一方、櫻井選手は地元江南市にある母校野市中学校を訪問。夏休み中にもかかわらず集まったおよそ70人の生徒から熱烈な歓迎を受けました。櫻井さんは僕たちにとってとってもかっこいい先輩です。僕たちはこれからも応援し続けますので、これからも頑張ってください。この野市中学校に通ってたんですけど、その時も将来の夢はオリンピックで優勝するっていう夢でした。皆さんもこれからたくさんやりたいこととか夢とかあると思うけど、それに向かってしっかり毎日毎日頑張ってください。応援ありがとうございました。すごいかっこよくて誇れる先輩だなと思いました。自分たちも頑張っていこうと思いました。同じその相撲部出身としてめちゃくちゃ誇りに思います。自分も櫻井選手みたいにその誇りになりたいと思いました。生徒たちは夢を叶えた先輩から多くの刺激を受けたようでした。